こんにちは、本郷針灸接骨院の田内です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今日はちょっと番外編で、金華山にですねスタッフみんなで登りに来ています。今ですねイエーイ疲れている。週に1回ですね、木曜日にみんなでミーティングをしているんですけれども、今日は金華山ミーティングということで、金華山に登りながら体の使い方をですね、学んだり、勉強しています。一つですね、今日はちょうど金華山を登っている時にピックアップした、体の使い方を、お伝えしたいと思います。患者さんに実際に、相談を受けたことなんですけれども、山を下る時に膝の内側が痛くなるということだったんですけれども、その方の山の登り方だったり降り方っていうのをちょっと見てみ、ました。その時にですね、こう降りていく時につま先が外に開いた状態で降りていく、こんな感じで、まあこういう不安定なところを降りていくときにやっぱり注意して降りてしまうと、まあこんな感じで足を広げながら降りていくと、実はつま先は膝左、外に行って膝が中にぐっとこう折れ曲がるような力がかかってしまうんですね。そうすると膝の内側がだんだん痛くなってきてしまいます。でその方にアドバイスさせていただいたのは、ややですねつま先がまあ、っすぐか内側に入るように、で結果的に膝がこう内側にですね、谷側に落ちないようにちょっと注意していただきました。そうするとですね、まあその方も実は金華山1回登ってきたということなんですけれども、降りるときに膝が痛くなかったということで喜んでいただきました。まあワンポイントなんですけれども、まあ体の使い方で、山の登りとか下りが楽になるんじゃないかなと思います。注意点としては、ちょっと内に入れすぎると足首を捻挫しやすいですので、まあ、くれぐれも、気をつけてですね、山を楽しんでみてください。今日はちょっとですね、いつもと違う雰囲気でお伝えしましたので、ぜひ、この動画を参考にしてみてください。